ポルトベロの海戦、またはポルトベロ海戦は1739年11月22日、グレー・ト・ブリテン王国とスペイン帝国の間の海戦。ジェンキンスの耳の戦争の一部であった。この戦いではイギリス海軍がパナマのポルトベロの占領を機として成功した。この戦いはイギリスで大いに宣伝された。ポルトベロはスパニッシュメインにおける重要な港であった。 1727年のポルトベロ封鎖に失敗したエドワード・バーノンは何度もポルトベロを6隻の船で占領できると豪語していた。ジャマイカの陽光の指揮官に任命された後、バーノンは少なすぎるという批判を振り切って6隻からなる遠征隊を組織した。彼は大艦隊は薬病で損害を被りやすく少数の艦隊の方が早く動けると主張した。 1739年11月20日、バーロン艦隊はポルトベル沖に現れた。艦隊は総攻撃を準備したが、東から吹いた風が原因となり、トドフィエロ港への攻撃に集中せざるを得なかった。スペインは不意をつかれた。一部のスペイン人が闘争を始めた一方、イギリス軍は上陸した。イギリスは要塞の壁を登り、砲台のスペイン軍を蹴散らして、 イギリスの旗を立てた。スペイン人は降伏したが、もともと300人いたドン・フアン・フランシスコ・ガルガンタ、率いる守備軍はこの時点で40人しか残っていなかった。トド・フィエロを占拠した後、バーノンはサンティエゴ要塞に向けて進撃し、スペインのスループ一席を撃沈した。翌朝、スペイン人は和平を要求した。交渉の後、総督のフランシスコ・ハビエル・マルティネスデラ。 ベガイ・レテスは午後に降伏した。イギリスは死者3名と負傷7名でポルトベロを占領し、船3隻を打破した。イギリスはポルトベロ市を3週間占領し、その間に要塞や主な建造物をすべて破壊した。このためポルトベロはスペインの海軍拠点としての役割を終えた。アメリカ合衆国の植民地時代では、 スペインがイギリス商船に対し海賊行為をしばしば言っていたためポルトベロ占領はイギリスとアメリカの両方で歓迎されたポルトベロという名前は記念として様々なところで使われたバーノンはイギリスの英雄となり自身も様々なところで記念された一例としては後にジョージ・ワシントンのプランテーションとなったマウント・バーノンがあるバーノンは 戦後海軍大将に昇進した。彼は、当時政権を握っていたロバート・ウォルポールの反対派の一人であり、戦前も戦後も、イギリスの敵に対し強行策を取ることを主張していた。しかし、バーノンはその次の戦いである、カルタヘナでインディアスへの大規模な侵攻には失敗し、2万7000人と、船186隻を要するイギリス軍は3500人と、 船6隻しかなかった、スペインの赤岩、片腕、片足の低徳ブラスでレソに惨敗した。イギリスの占領は3週間しか維持されなかったものの、ポルトベロへの影響は壊滅的だった。建造物の多くが破壊された一方、スペインはイギリス対策として貿易の監修を変更したためポルトベロはほとんど放棄に近い形で放置された。 ポルトベロの経済は2世紀後のパナマ運河の建設まで立ち直らなかった。ありがとうございます。